おはようございます。YouTube 講演家の鴨頭嘉人です。鴨頭です。本日の提供はビジネス実践塾 2days では実り大きい時間をありがとうございました。あなたの涙を笑顔に変える日本一の離婚弁護士の白戸陽子です。焼肉マフィアのオープンおめでとうございますという白戸陽子さんの提供でお送りいたします。陽子さんありがとうございます。大好きです。さてさて今日はですね、はい、鴨脇さんと一緒にゆる会ということで。ゆるゆる。はい。最近あれじゃないですか、新型コロナウイルスの PCR 陽性反応者、はい、全国で80人ぐらいなんですよ、うんうん、1億2000分の80になって、うん、東京都とかね8人とかだったのね、うん、昨日か一昨日、うん、でいよいよですね、うん、まあなんか多分マスコミの影響か、うん、みんな あの自粛警察への警戒心かなんかで、うん、みんな限界態勢知ってるんですけど、うんうん、まあいよいよね、うん、コロナ明けのことを語ってもいいんじゃないかと。なるほど。タイミング的にね、うん、で今日はですね、うん、コロナが明けたら、うん、どの国に行きたいでいる感じ。でももう海外行かれてる方は多いですからね。出てきたよね、はい、私の周り増えました。そうそうそう、出てきたよね、うん、ということでちょうどタイミング的にはそんな緩いのいいかなと、うんうん、いうことで、あくさんどこ行きたいですか。フランス。ああ、似合いそう似合い、なんだっけ、シャンゼリーゼ通りとかだっけ、凱旋門とか、絶対エッフェル塔とか、絶対凱旋門手のひら乗っけて写真とか撮るタイプだよね。いや、石畳を我が物顔で歩きたいです。イメージ湧きまくりだな、うん、でもフランス行ってみたいね、うん、やっぱりね。なんかこの間タクシー乗ったら運転手さんに、うん、お客さんはフランスが似合いますねって言われた。運転手さんにそんなこと言われるのどっちもすげえな、それ。どっちもやべえな、うん、あ、この前乗った面白い運転手さんだ。そう変わってますね、うん、フランスいいですね、行きましょう、はい、フランスいいですね。僕ミラノ行きたいですねえ、中身がイタリア人だからでしょ。そう、なんか、うん、みんなカッコつけてんでしょ、うんうん、そういう影響を受けたい今更な気もするんだけど俺めっちゃ影響受けやすいじゃん、うんうん、だからかっこいい大人の男性、うん、やっぱりさ、うん、ちょっとこれ言うと好感度下がるかもしれないけど、うん、日本人で大人の男性で、うん、かっこいいってそんなにはいないじゃない。西島秀俊さん、いやーかっこいい、かっこよやっぱさ、うん、若い子でかっこいいとかね、うんうんうん、で結構日本の女性って可愛くなってきたじゃん、うんうん、だからさ、やっぱおじさんはダサいじゃん正直言うと、うんうん、もっと影響を受けたいの。なんかそういう人に限って中身だからとか言うんだよね。あ、いや中身もなっつ話なんだけどね、はい、もちろんそれは中身大事ですよ、うん、中身否定はしないですけど、うん、でも外見がいけてないのにさ、うん、中身の良さを、うん、知ってくれって相手に負担かけすぎだよね、うんうん、優しくないよね。そうだね、うん、中身がいいなら外見もちゃんと整えておいてほしいよね、うん、その方が優しいよね、うん、それが思いやりだもんね、うんうんうん、そういう意味ではイタリア人なんかお手本な感じがしてて、うんうん、なんか影響を受けたいですね。そうだね。なんかミラノの皮っぺりで、うん、カプチーノじゃないやエスプレッソ、やばい、最近カプチーノ飲んでるのバレちゃったなんで修行してたじゃん。エスプレッソ好きになろうとしたんだけど、うんうん、カプチーノの方が美味しいなとちょっと、ね、最近甘いのに逃げてたんですよ。そうだね、うん、六本木のさ、うん、グランドハイアットだっけ、うんうん、の、うん、カプチーノ、うん、日本一うまいあれうまい。なんかチョコチップのせいで、カプチーノに詳しくなってんの、ね、やばいね、うん、エスプレッソを語りたかったんだけど、ね、そうだね。エスプレッソは好きになったの。苦いねえ、もう100杯近く飲んでるよね。飲んでる、すっげえかっこつけるためだけに飲んでる、うんうん、でもやっぱエスプレッソなんだって、うん、朝は何でしたっけ、うん、あれホワイト何だっけ、わかんない、なんとかホワイトっていうのを飲むんですよ、うん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 、朝はね、うん、でお昼以降はエスプレッソを1日に3杯とか飲むんだって、うんうん、寝れなくなっちゃうじゃん。まあ夕方以降飲まないのかもしれない。あの頻繁に飲むんだって。うーん、あ、だからちっちゃいのか。そうそうそう、うんうん、でスタンディングのなんか、うん、なんつうのあれ、まるでコンビニでコーヒー飲むかのように。ああ、そうだね、立ち食いそば屋みたいなね。あ、そう、その感覚で、うんうん、あのエスプレッソ飲むみたいな、うんうんうん、じゃあかっこいいよね、うんうんうん、他はヨーロッパ以外とか、うん、私は永住するならタイ。似合う、タイの方ですよね。なんか昔テレビになんかタイの飛行機の様子が映ってて、うん、そこにまあなんだ
スチュワーデスさんじゃなくてなんだっけ CA さん、うん、そのキャビンアテンダントの方が映ってるのを見て、うん、うちの妹があお姉ちゃんじゃんって言ってこわかる顔の作りタイだよねそうだねあとあの空気がいいよねああ確かに確かに朗らかでのんびりしてていいやっぱさ、うん、国王が好き最強だよね、うん、なんかねみんなが愛を感じるみんなに確かに街行く人にものんびりした感じにもあ何でしたっけ微笑みの国タイでしたっけ、うんうんうん、素晴らしいよねただ死ぬほど暑いんだよね暑いでも私は死ぬほど暑いは結構耐えれるからいいかなといや俺もタイ良かったのよ、うん、ただ一個だけ、うん、食べれないそうだね食べ物きつい食べ物大事よね、うん、他はまだあるよ他 あとオーロラ見てみたい国じゃなくねアラスカ、うん、オーロラとか見たいんだ、うん、へでも行っても見れると限らないんでしょ、うん、なんかついてる人しか見れないんでしょ、うん、俺ちょっと言っていいですか、うん、絶対お前とオーロラ見に行くのやだ待たなきゃいけない待ってる間これいいよ一人で行くからいいよ絶対やだ俺いちかとハルと行くから3人で絶対ハル人は行かない寒いじゃんっていちかは行ってくれる多分付き合ってくれるじゃあ2人で行けばちょっとオーロラやめようよ他にしようよ待たないとこ行こう待たない。ヨシヒとイタリア以外ないでもねまたアメリカ行きたいんだよねうん好き あっち行きたい東側ああいいねシカゴとかうん、うん、いやシカゴはもう行ったかニューヨークに行ってみたい確かにニューヨークとラスベガス行こうよラスベガスはいいですあそうニューヨーク行ってみたいニューヨーク行ってみたいね、うん、あでもニューヨークだったらほら大使が会社があるから、うんうん、アテンドが完璧じゃないなるほどね大使さん本当助かりますよねミラノもニューヨークも会社持ってらっしゃるんで、うんうんうん彼にお願いすれば、はい、完璧というよりはあのやりすぎなツアーが組めるので、うんうん、ありがたいです、うん、おでもあれですよちょっと話横道それていいですか、はい、イール会だから、はい、タイシーさんのご家族、はい、聞いてらっしゃるそうですへえ。ボイシーを すいませんタイシーさんお世話になってますいつも本当お世話になってますありがとうございます本当ごめんなさい、はいはい、息子さんとかあの今度焼肉マフィアに来ようとしてくれてるそうですあそうなんだ待ってるからねありがとうございます、うんうん、ありがたいですね、はい、本当お世話になってるよねもう大使いないとヨシヒト生きていけない生きていけないもうね完全に頼りっきりでございます、はい、今あの6階の方の工事も大使さんに丸投げでやっていただいてますけど、うん、6階いつできるの6階ね年末年始が絡むから、うん、なるほど年明けになりそうどんどん遅れますけど1月の中旬かな、うんうん、な感じになってきましたね、うんうん、他行きたいとこあります他どこだろうな俺中国も深圳だけ行きたいんだよこれもうビジネスの勉強だねあでもあと行きたいとこなんないですかカナダとかないんだカナダとかあんまりうん俺さ思い切ってさ、うん、フランスイタリアドイツ、うん、いっぺんに3つ行きたいなんでドイツ出てきた今え要はヨーロッパの先進国だからああなるほどなんかねヨーロッパでも絶対ドイツ人とヨシヒト気合わないよねあそう気まじめじゃんぶん殴るぞでもねヨーロッパという同じ地続きの大陸でも、うんうんうん、こんなに違うんだを知るのって価値があるなって、うんうん、だからもう雰囲気で言うよ雰囲気で、うんうん、イタリアに4泊、うん、フランスに4泊、うん、ドイツ1泊わかりますよ、ね、この感じだったらイギリスとかねそうそう知るあロンドン行ってみたいね、うんうんうん、やっぱさ主要都市見てみたいね、うんうん、正直言うとミーハーなんで僕は、うん、だからなんかよくテレビで見たり、うん、雑誌で見たり、うん、知ってるところに行きたいなるほど、うん、知らないところなんかねアフリカとか興味ないあアフリカとか行きたい全然行きたくないしね電気のないところが行ってみたい無理俺もうずっとなんか写真撮りまくってインスタに上げたいインスタなしでなんで旅行に行くのなるほど、はい、映えるところに行きたいっていうのが僕の希望ですねはい考えてみたらさ、うん、むっちゃ俺の方がミーハーじゃな、うん、女子力がね、うん、なので、まあ、コロナが明けたらね、うん、秋子さんは
あの自分と顔が似た国に行き、うんうん、僕はあの映える国に行って、うん、インスタグラムで皆さんにお届けしたいと思います、はい早くコロナが明けてね、うんいろんな国に行けるようになるといいですね、はい、それじゃね。